ロングアイランドの連続殺人鬼、ギルゴビーチの殺人鬼、またはクレイグスリストリッパーとも呼ばれるは、ほぼ20年間にわたって10人から16人を殺害したとされる、正体不明の連続殺人犯である。主にクレイグスリストで仕事を募集していた、売春関連の女性たちが殺害され、遺体がニューヨーク州ロングアイランドのサウスショアのエリアで、次々に発見された。なお、 クレイグスリストキラーとして知られるフィリップ・マルコフは別の事件である。また、ロングアイランドの連続殺人犯として知られるジョエルリフキンの事件もまた別件である。犠牲者の遺体は、サフォーク軍のギルゴト・オークビーチの人気の少ない浜辺の町、ナスソー軍のジョーンズビーチ州立公園の近く、オーシャンパークウェイに沿って道路沿いで発見された。 2010年12月に4人の犠牲者の遺体が発見され、2011年3月と4月には、さらに6人分の遺体が発見された。警察は、新たに発見された6遺体は、2010年の12月に発見されていた4つの遺体よりも前に遺棄されたものであるとしている。2011年5月9日、警察は6遺体のうち2遺体は異なる。 別のシリアルキラーによるものである可能性に言及。2011年11月29日、警察は発表で、11体がすべて一人の犯人によるものだと結論付けた。サフォーク軍地区検事、トーマス・スポタは、ギルゴビーチの周辺は、明らかにしばらく遺体の行き場所として、利用されていたようだと述べている。2010年5月、サフォーク軍警察は5月1日に、 行方不明届が出されていたニュージャージー州出身のシャノン・ギルバートという24歳の女性を捜索していた。彼女の運転手であるマイケル・パクが外で待っていた顧客の家から走り去った、後、最後にオークビーチのエリアで目撃されていた。最初の遺体が見つかった場所の近く、オーシャンパークウェイのロバート・モーゼス・コーズウェイの出口2010年12月、警察犬を連れた警察官が ボロボロになった麻袋に入れられた白骨遺体を発見した。この発見により捜索が進められ、2日後にはオーシャンパークウェイの北側の同じ地域でさらに3つの遺体が見つかった。サフォーク軍警察長官のリチャード・ドーマーは、ほぼ同じ場所で4遺体が見つかったということから自明のことだ。つまりこれは偶然のものではない。我々は、 シリアルキラーによる連続殺人事件に直面している可能性があると述べている。天候が回復した数ヶ月後、2011年3月下旬から4月上旬にかけて、さらに4つの遺体が公園外の別の場所、オークビーチとギルゴビーチの近くで発見される。サフォーク警察はより多くの犠牲者を探して、検索範囲をナスソー軍との境まで拡大。 4月6日、ナッソー軍警察の刑事ケビン・スミスは、彼の事務所は、サフォークで最近発見された遺体に関連している、可能性のある、あらゆる犯罪活動についてさらなる,る調査をすると、述べた。スミスはまた、ナッソー軍警察による調査では、サフォーク軍を呼び、ニューヨーク州警察との調整を行うとも表明した。5日後、さらなる遺体の捜索が、ナッソー軍で始まると、 人間の遺体の一部と別の頭蓋骨が発見された。4月22日、頭蓋骨から1フィートのところに2本の人間の歯が見つかった。2011年6月16日、サフォーク軍警察はロングアイランド殺人事件の逮捕につながる情報について賞金を5000ドルから軍の歴史上最高金額となる25000ドルに引き上げた。9月20日、警察は 3月と4月に発見された身元不明の犠牲者2人のスケッチ画と幼児と共に発見された遺体の宝飾品の写真を公開した。母親の遺体はそれぞれ4月4日と11日に見つかっていた。2011年9月22日現在、警察はテキスト、電子メール、電話で1200件以上の情報を受け取っている。2011年11月29日、 警察は一人の人物が住人すべての殺人を行ったと信じており、その人物はほぼ確実にロングアイランド出身であると発表した。遺体の状態と法医学的証拠に共通の特徴が見られることから単独犯の可能性が導き出された。2011年12月13日、警察は捜索のきっかけとなったシャノン・ギルバートの遺体を 彼女が姿を消した場所から0.5マイルほどの湿地で見つけたと発表した。その1週間前、彼女の服や持ち物を近くで見つけていた。警察は、ギルバートが湿地でつまずいた後に偶然に溺死したと発表している一方で、彼女の母親は別の可能性もあるとしている。ギルバートは最後に目撃された際、近所の家のドアを叩き、 助けを求めて叫んでいたことが分かっているほか、自ら911緊急電話をかけ、非常に取り乱して何かを恐れている旨を伝えていた。2015年12月10日、サフォーク軍警察長官のティムシニーは FBI が正式に調査に加わったと発表した。前日、10月に辞任した元警察長官、ジェームズ・バークは、警察による残虐行為及びその他の問題で、 起訴されていた。彼は何年もの間、この事件への FBI の関与を阻止したと言われていた。FBI のスポークスマンは彼らの公式の関与を確認した。FBI は以前被害者の捜索を支援していたが、公式には捜査の一部ではなかった。2017年9月12日、サフォーク軍検察官ロバート・ビアンカビラは、 1994年と1993年に二人の売春婦を殺害したとして2017年5月に有罪判決を受けていた大工のジョン・ビトロールフがこの事件で見つかった少なくとも一人の被害者と関連し容疑者であると発表した。ビトロールフは DNA 鑑定によって1990年代の殺人事件と関連が判明している。 捜査を担当する警察は捜査中の事件のため、コメントをしていない。メディアは、警察によって、アンサブと呼ばれる、殺人犯の犯人像について推測している。ニューヨークタイムズ紙によると、20代半ばから40代、半ばの白人男性で、ロングアイランド、または、サウスショアに精通していて、木やザブの袋を手に入れて、体を処分するために持っている、可能性が高いとされている。 彼は警察捜査に関する詳細な知識を持っている、あるいは警察関係者である可能性もあり、それが長期間逮捕につながらない理由の一部ではないか、と申されている。ニュースデーの記者は、ロングアイランドで活動していたシリアルキラーであるジョエル・ディフキンが3月と2011年4月に見つかった古い遺体のいくつかの犯人ではないかと推測した。 彼の犠牲者のうちの4人は未だに発見されていない。だが、服役中のリフキンは、2011年4月のニュースデーとのインタビューの中で、最近発見された遺体とは何だ関係ないと否定している。2016年12月15日、ギルバートの家族の弁護士は、元サフォーク軍警察署長のジェームズ・バークに疑いがあると告発している。彼と関係した、売春婦が彼が、 ロングアイランドの殺人事件に関係していると主張しているからである。バークは警察署長を辞任後、2016年11月、暴行などで起訴され、有罪になっている。ギルバートの弁護士は12月、ある売春婦がバークと荒々しいセックスをしたと証言したと述べた。バークは警察署長として在任中に、事件の FBI 調査を阻止したとも報道されている。 2017年9月12日、サフォーク軍検察官のロバート・ビアンカビラは、サフォーク軍に住むジョン・ビトロールフが発見された少なくとも一人の殺害の容疑者であると述べた。ビトロールフの基地の殺人事件との間に類似点があるという。ビトロールフは2017年5月に有罪判決を受けており、9月に核殺人事件について25年の連続した刑を宣告されている。 サフォーク軍警察は捜査中のため検察官の発言についてコメントしていない。ビトロールフの弁護士は検察官の主張を否定した。既婚であるビトロールフは大工の仕事をしており一部の犠牲者が発見された場所に近いマナービルに住んでいた。ビアンカビラによると狩猟者でもあったビトロールフは動物の殺害を楽しんでいたとされている。ビトロールフの基地の犠牲者の娘は ギルゴビーチの犠牲者の一人と親友であったと報道されている。その犠牲者の母親は娘の死の前に彼女はマナービルにたくさんの電話をかけていた語った。オークビーチ在住のジョセフ・ブリュワー,ーは生きているシャノン・ギルバートを最後に見たものとされている。ギルバートが失踪する日の夜、彼はクレイグスリストの広告を見て彼女を呼び出した。ブリュワーは ギルバートが彼の住居に着くなり突然取り乱して逃げたと話している。その後、ギルバートはオークビーチを通り抜け、ブリュワー,ーの近所の家のドアを叩いていて、家人と会話している。この頃、ギルバートは911に電話し、彼らは彼女を殺そうとしているなどと言ったという。しかし、警察はブリュワー,ーの不正行為の証拠を見つけることはなく、早々に容疑者から外れた。 ギルバートが行方不明となった2日後、オークビーチの住人で、ブリュワー氏の隣人であるピーター・ハケット博士が、ギルバートの母親のマリ・ギルバートに電話をかけている。そして、彼女に、彼が、ギルバートの世話をしていたと話したという。その3日後、彼は再び母親に電話し、自分は連絡も取ってないし、母親にも電話していないと否定した。しかし警察は、後で、 電話記録を通してハケットが二度電話していたことを確認している。ギルバートの遺体が発見された湿地帯もハケットの裏庭の近くである。ギルバートの家族は2012年11月にハケットに対して不法死亡訴訟を起こし、その日の朝にギルバートを自宅に連れて行き、彼女に薬物を投与し、彼女の死を促進したと主張した。後に警察はハケットが 警察捜査にわざわざ首を突っ込んできたり、自分の役割を誇張したりした過去があることを明らかにした。その後の警察の捜査で、ハケットの妻と二人の子供が、ギルバートの失踪の夜に一緒に家にいたことが判明し、ハケットは、ギルバートと他の犠牲者の事件の容疑者から除外された。2010年後半以降に発見された銃の遺体の、うち、 2010年12月に発見された4遺体は、すべてクレイグスリストにサービスを宣伝した行方不明のセックスワーカーとして、身元が判明。それぞれが首を絞められ、彼女の体は、キアザブの袋に包まれてからギルゴビーチに沿って行き、されていた。すべてのケースで、別の場所で殺害されたと考えられている。3月29日と4月4日に発見された4、セットの遺体は、 いずれも2マイル以内で12月に発見された遺体の東側に位置していた。二人の女性、男性、そして幼児を含んでいた。捜索が那須総群に拡大した後の4月11日に頭蓋骨と遺体の一部が発見された。それらはそれぞれ1マイル間隔で離れていて12月に見つかった遺体からおよそ5マイル西で見つかった。 他にも同様な6件の不審な死体遺棄事件が起きており、これらの追加事件は他の獣医体の事件と正式には関連付けられてはいないが、警察によって捜査が続いている。多数の映画やテレビ番組がこの事件を取り上げている。ありがとうございます。